昨日行われた SDGs 事業説明会は市内の事業者の SDGs 達成に向けた取り組みを加速させるため開催されたものです豊田市は信用金庫や商工会議所と連携し独自の SDGs 認証制度を2023年度から開始する方針を示していて事業者の取り組みを自治体が評価・認証する制度は東海3県で初めてです 認証された事業者は認証ロゴが使用可能になるほか補助金の補助率の上乗せなどのメリットがあるということです一時申請受付は今年5月から行われ9月ごろに認証が決定する見通しです